どうもいつもです。はい、今回もまた、絵の練習をしていきたいと思います。今回はですね、悔しい表情を浮かべた女性の画像を参考に練習してみました。はい、で今回は表情、悔しい表情だけなので顔だけかなと思ったら大間違い。体も全体的に描きました。といってもですね、この悔しがっている女性は、しゃがんでいて、でその女性の上の方からアングルがあって、それで、見ているというような感じなので、体全体も一応入ってるんですよね。で、描いてみました。はい、で自分は最初当たりから描いて、それから本線みたいな感じで描いていきます。今手を描いてるんですけれども、この女性はロングスカートをつけているんですね。でそれで悔しがってるので、よくあるじゃないですか、悔しがってなんか物を握りつぶしてるとかって。それでこの女性は自分がつけている、ロングスカートの、裾というか生地を掴んで握っているというような、画像だったんですね。でこれで思ったんですけど、やっぱり手は難しいですね。でまた、自然に見せるにはやっぱ手の指はあまり、なんていうんですかね、きちんと、並んでいるような感じで描いてはいけないんだなって、動きが別々の方が自然に見える時もあるんだなと感じました。で今目を描いてるんですけど、悔しい表情なので上まぶたの方が普通なら膨らんで線を描くじゃないですか。でも悔しい表情なので上まぶたがへこんでるような感じで線を引きました。はい、でちょっと悔しい表情なので、なんていうんですか、歯を食いしばってるっていうような感じなんですけど、で上から見ている視点なので、歯が、下の歯が見えてる状態なんですけど、画像では実際の写真なので、下の歯の、線が一本ずつの線を、歯の一本ずつ表している線が見えるんですけど、それを描こうかどうかここで迷いましたけど、ちょっと描いたらくどくなるかなと思って描くのは、線を引くのはやめました。歯を一本ずつ描くのは。で黒目なんですけど、黒目も悔しがってるので、光、目に光とか描きますよね。それを描くのをちょっとやめてみました。でも色塗るときにもしかしたらホワイトインクを入れる場合もあります。はい、でも今回は別に色は塗りませんけど。はい、で今回この女性は、何て言いますかね、鉢巻き、本当はファッションで言ったらちゃんとした呼び名があると思うんですけど、太めの鉢巻きで、で結び目が横から垂れてるというような感じですね。だから今回は髪型についてはそんなにまで苦労はしませんでした。でまたこの、悔しい表情の画像なんですけど、自分のこの絵ではなんとなくシリアスっぽく見えるような感じなんですけれども、実際はコミカルな、画像なんですけど、でも そのコミカルさがちょっと自分出せなかったですね。もっと眉毛を、緩やかに描かないで、なんていうんですか、折れ線グラフみたいな感じで、眉を描けばよかったのかなって今になって、思ったりしてます。はい、で今回は
シワとかですね、シワとかも、うん、裾の、袖のシワとかに、袖のシワと一番気をつけたのが、ロングスカートのシワですね。それが結構、気になって描きました、はい、注意して描きました。あ、もう最後ですね、はい、今回の練習はここまで。どうもありがとうございました。